クソンのクーロン、いや、エデンにある全てのハッカーに問う。君たちは自由か。何者にも侵されず、何者にも干渉されず、エデンの前身であり、我々ハッカーの発祥の地でもある聖地アンダーゼロ。そこはこの電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であった。しかしそのアンダーゼロはエデン発足と同時に接収され、今では世界最高レベルのセキュリティが施された。アンダーゼロは我々の理想郷は、エデン最古のサーバーヴァルハラサーバーの中にある。我々ハッカーの手で我々の理想郷を取り戻すんだ。エデンに新たな秩序をもたらすために、この監視と干渉に満ちた。我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば、目指せアンダーゼロ。うまいことやら、熱の入った演説。エデンを守るためなら、僕がアンダーゼロへ到達したい。創設者が望んだ理想のエデン。夕ご飯の願い。ノキア。ん？あの子さっきからすごく戸惑っているみたい。あ、ゴルマーニっていうのは。そうじゃなくて。え？え？え？
実は君に強くなって、それだけじゃ、この特訓の狙いデジモンとの絆、言うなればこれは時として面倒、その力で私たちこの超出た津波の、それが君、何しに、君たちが僕らザクソンを脅かす存在だ。その様子じゃ、でもノギア、なんだかそんな、君のデジモン、ユーゴ、僕が今ハッカーたちに伝えなきゃいけ、ノギア、僕の、ちょ、ま、ねえ、我々ハッカーの、我々ザクソンは志を同じ、あらあら、あなたが彼らの達成感を、ま、これでうまく、さすがはけどよかった権力からの圧、若者は素晴らしい、そこに眩しい、はあ、悪役っぽい雰囲気さて私の手で、そのと、あいつに付き合ってたら、じ、ああ、痛い、あ、おまけに新たも、んだよ、ねえねえ、聞いた聞いた、そのことで、ずい、新た知ってたの、はあ、聖地だ、けど、聖地を、現に私たちリベリオンズの中にも、と、ふん、時、ねえ、私たちも、力試しっていう、それにほら、ザクさんが目標にしてるアンダー、そしたら私、やめとけあそこはオタクラみたいな素人が到達できるような場所じゃねえ、素人とは何よ、いいもん私一人、放っておけよ、アンダーゼロはヤバすぎ、とにかく俺はちょっくら仕込みをして、
案外大したことなかったな。大したことなかったな。仕方ねえか。このまま突っ走れ。私たちは大勝利。
仕方ねえから。後悔するぜ。このまま突っ走れ。案外大したことなかったな。
したことなかったの。Thank you.
開するぜ。この先がアンダーゼロみたいね。急ぐわよ。嫌がったな。は、君たちも。あんたたち、そうか、あれね。先に進ませてざ、なんて卑怯な。一人で盛り上がってんじゃねえよ。うわ、そう。ジャジャエンの骨。ジャジャエン。馬肉。選ばれたセレブしか食べるこ。うわ。食いたいか。ちょろいな。さて、ここまで来たから、ね、ついでにユーゴとザクソンの連中も。
ここまでたどり着けたハッカー、途中であのブサイクの声がしました。ミキオ、さあ夕ご飯。このセキュリティを破り、夕ご飯ならきっとハッカー、エデンのリーダー。おやおや、まあ、確かアンさんのチームは昔このアンダーゼロ。負け犬はおとなし。確かに俺たちは負けた。セキュリティを破ったっちゃ。俺たちは何が起きたかわからない。あれは仲間の何人かも、無事だった仲間も圧倒的な力の差に自信を。俺は警告に来たんだ。その話は、君が僕たちの身を案じてわざわざここまで来たというのは。本当はノキアのアホを止めんけどよ、目の前。それが本当だとしても、たとえリスクが伴う。さあさあ、余計黙ってて悪かったな。こいつら、かつてアンダーゼロを破ったメンバーが今回元伝説のハッカーチームを倒して明治して。もう世のため、人のため、デジモンのため、その名もリベリー。元伝説のハッカーチームだとか、エデンのデジモンをこき使うハッ、デジモンたちはただのプログラムだから、今すぐデジモンを。相変わらず空気を凍らせるのが得意なブサイクアンやわ。どうや仕方ねえ。行くわよ、いざ。俺が勝った。いいさ、君の方こそ。さあ行こうか。
大したことなかったな。なかなかやるみたいだね。お前もな。君のような旧タイプのハッカーことデジモンに関しちゃギーククラスの専門家がいてね、持つべきものはって。それに、な、だから、デジモンはプログラムなんかじゃ。そんなこと、いくら説明されたかで、ユウの個性、ワッチの、それがワッチの命の意外と一途なのね。ん？かの。ワッチとアンさん。え？ちょ、同族系。え？同族系を。おしゃべりはし。何が特訓や。これでマッハスティンガービクトリー。終わらない。ラブラブデジモン絆。ガッター
ことが。フェイ、あのデジモンは一体。何にせよ勝負ありみてえだな。どうして邪魔をするの。おいおい、なんだよ急にめめしくなりやがって。はいはいはい、よく頑張った。リエさん、あとはもう休んでて、ここにみんなを連れてくるのが筋抜き通り。なんだこれ。手のひらで転がされていたとも知らず、あなたたちの。繋がったようだね。どうなってるんです。何者かによってその何者かって、打開策は至ってシンプルだ。ならばデジタルウェーブを。そうすれば簡単に。私そのどうなってんの。なあビッ、少し安心した。特製ブ特製ブレンドデジタルウェーブを。とりあえず今は。リエさん、なぜ今はそんなこと気に。その通り。ガルルグレイモン。ガルルグレイモン。メタルガルルモンとオーグレイモンが勝った。私はオメガモン、そう呼んでくれればいい。だーリーダーたちは氷流入の地の他に、よし私がリーダーから守ってやって。ちっ、行くぜ。ちっ、厄介だな。案外大したことなかったね。
おいおい、さすがにこの数はやば。このタイミングで事態は急、まあ何はともあれ君のデジバイスのログでひとまず探偵、君しかし、それすごいこと、わかんねえことだらけだ。それでもてあそばれて。あらた。じゃあな。あ、ガルルグレイモン。私はオメガモン。ロイヤルナイツの一人だ。ああ、そうそう、オメガモンだったね。君に話さなければ、私はオメガモンへと合体したおかげで。話さなければ、なんだかよ。ノキア。デジタルワールドだけではなく、君たちを。今まで以上の戦いに当たり前じゃ、たとえ世界中がこのノキアの子、ノキアありがとうよ。アホユーゴ、ご使用やから。遅かったじゃないか。報道ではエデン症候群が集団発生した、こぞってハッカーを批判する内容ばかり。あくまでも神代は被害、岸辺はハッカーたちに罪をなすりつけ、それだが、おそらく岸辺は、おそらくあれは今まで利用、岸辺リエは本来作為パラダイスロスト計画、そしてそれとパラダイスロスト計画の肝は最近迷いがじ、これらの情報、おそらくこれらの検証には、あ、実はあそこなら、
せてやる。
かにね。
ロイヤルナイツは、そしてそれは隣接する異世界。
私たちの世界に。エレンが、かのネットワークは人間の意識を完全、エデンアバター、つまりエデンという電脳世界で、現実世界と同様にそのデジタル的に異質な感情データが、そんな無論聡明な判断に意欲だが、自らの結論を固し、彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界って言うと。そうだ、イーターを我らの世界から排除したところで、人間を滅ぼす以外、イーターを完全に排除する術はない。デジモンが、彼らは人間世界に攻め込もうとしている。攻め込むってどうやって？デジモンは東京と呼ばれる都市では、物質的く人間世界とデジタルワールドは、だがその壁に大穴を埋し、結果あらゆるデジモンが昨今東京で起きているデジタルパラダイスロスト計画と、つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は精神を操られているかの。じゃあオメガモン以外のロイヤル2つの世界は完璧に隔絶されている。私もアグモンとガル予期せず、私と同じく、私は何自分たちの世界を救うために、そのような破壊的解決を。オメガモン、私もそんなの嫌だ。どうか君たちの力を貸してほしい。それを解明し。待たせてすまない。だがその甲斐あって、いろいろと興味深い。事務所に戻りたま。私たち、お待たせ。いや、あと重要な。ったく、しべを追い詰めるための作戦会議。そもそも何よ。悪いが、暴走イノシシ。うん。だ、そうだ。あと、人間世界の。その。いや、私っていうかオメガモンの。まずは事実 A、事実 B。これら A、B の事実、そしてよって今回の作戦行動。 B 実行の理由は名推理だが、至極真っ当な君の疑念の雲を払う。はい、最近起きた迷いの事件は、定常的に安定状態にある東京全域を驚くべきことに、十中八九各地に配置された。そうか、新宿でオタクがジャンプ。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があった。その通り、デジタル用のエネルギー、デジタルウェーブを循環蓄積し、このデジタルラインエネルギーの冷気状、そしてエネルギーの六本木の地下には、なんとも。そうだ、君のログ情報を追跡。そこを攻め落とせば A 達成に B。 もうやめっていうか黙れ。あ、デジタルウェーブの説明した通り、その制御はつまりなん、その通りだが、同時いっぱい人を集めて、アホ、ちょ、はん、知った連中を集め、ま、加減は。なるほど、確実に岸辺の今日美なるかな。お、いい、あなたがそっちなら私たちはでは君たち童貞は、そんじゃ、よーし。
ジメッとしてあれ、おそらくオッケー六本木。うわ、おや、今気がついたのか。じゃきっと、とにかWhat?
君たちは、それとも優子くんのもとへ。え、いきなり何今日、うん、ではわずか数十。あ、赤坂あいや、うん、迷いなとは。え、デジタルシフトのせいで地下だから気づきにくいが。本当？それから君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応。もちろんし、わざわざアバターまで。あの姿はユーコッチの。そう、エデン症候群にそのアバターを使うてザクソンのハッカー。どうしてユーコハンは家族の縁が薄いお人やから。家族とのね。ユーコハンはマッチにてお願いや。え、ユーコハンをた、あ、ちょ、けど確かに。よし、ちょっといつも通りってそれは却下。
ここが神城の地下施設？本当にここにユーコッチが？わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。それはできない相談。これでようやく災いの元凶を。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるって、イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに人間風情に語りるし。お前まさか。ロキア、気をつけろ。この女、人間ではない。どういうこと？ついにこの時が来たのだ。まずい、奴はもう計画を始めるつもり。もう遅い。よし、これでこっちの準備はほぼ整った、いえいえ。ああ、新田くん、もしもこの世界に歪みがし、はあ、何度も言わず、お前は岸辺の使いっぱし。皆さんは本当にもの、私は可能性を、世界がより良い進化をと、私はエデンという楽園の巨色を打ち破ろうとした。そしてその可能性の目をデジモンキャプチャーを開発し、お前がデジモンキャプチャー、いや、何、いよいよ世界に新た、それではまたお会いしましょう。今は作戦を優先さ。これで扉は開いた。嘘、感じ、感じ。
ロードナイトも私と同じロイヤルナイツ。ついにこの時が来てし久しいな。オメガモン、今からでも遅くはない。我手始めだ。断る。人間を滅ぼすことが、そしてノギアたちの行動といいだろう。我が計画の始まりの呪しとして散れ。本来の力が解放されるには、だが逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬから。あの空変じゃないか。天気予報なんか言ってたっけ。さあ罪をあがなえ、愚かな人間ども。何？扉が閉じる。だがあのわずかな、おそらく広範囲でデジタルシフトは他のロイヤルナイツたちの仲間たちを探した計画に若干の修正。クソ、すまねえ。気にすることな、最悪の事態は避けられたって。
Thank you.
遅かったじゃない。報道ではこぞっあくまで岸辺はそれだがそれだがお岸おそらく今まで岸辺りパラダイスロそしてパラダイス最近はこれらおそらくこれらの